プレスリリース、実際のプレスリリースを添削していただきながら、タイトルできちんとそこの報道価値を伝えると、未来時勢で語れるようなタイミングで出した方が報道機関の方も書きやすくなってくると。こんにちは、スタートアップチャンネルです。こんにちは、伊藤代表団子です。フリーアナウンサーの林理瀬です。前回に引き続き今回も先読み広報術を書かれました長沼さんゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、広報に欠かせない仕事の一つと言ってもいいと思います、プレスリリース、そのプレスリリースの書き方を実際のプレスリリースを添削していただきながら学んでいきたいと思ってます。辛口でドキドキうちの広報はそこに見てる。私の時とか書いた人がいる中で添削していただくという形になってますけど、はい、いやいやいや、添削いただくプレスリリースがですね、まあ、概要欄にも貼っておくんですけれども、今年に入ってすぐ出されましたユニコーンファームの書籍発売に関するプレスリリースになります。では早速なんですけれども、パッと見た感想をぜひ教えていただきたいと思います。はい、このまずプレスリリースというところで言うとですね、リリースというのは基本的に何かというところからご説明すると、はい、メディアに対する申請書というふうに捉えていただければなと思います。申請書、記者クラブとか行くと分かるんですけど、はい、プレスリリースって毎日多分1000枚ぐらい溜まってるんですね。はい、でその中から選んでもらうということなんで、パッパとこう見てる中でどうやって記憶に残すかということで言うと、まあ、やっぱりこうアプリケーションフォームとして基本的なルールに基づいて書いていった方が見ていただきやすいかなというところがあると思います。あ、そうなんですね。今回のリリースはそういう様式にちゃんと乗っ取って書かれているの で、はい、で皆さんもこれからでリリースを書こうという時にはですね、うん、ぜひあの他社の事例とか見ながら、あまりこうユニークなものではなくて、基本的にタイトルがあって、はい、リードがあって、はい、そしてなんでこれをやるのかっていう背景があって、はいはい、ここの基本的なフォーマットは守って作っていただければいいかなと思います。読みやすさを考えるという、まあ、相手のことを考える基本的なベースになる考えですね。はい、そうですね。その上でのこれからのお話なんですけども、はい、まあ、やっぱりその大量のリリースをバーッと見ていくっていう中では、タイトルできちんとそこの報道価値を伝えるということが必要になってくるわけです。そうですね。まあ、先ほどからも先読み広報術という中では法改正とかいろんなことに引っ掛けるといいねという話をしてきましたけれども、はい、まあ、タイトルにそういう要素をどれだけ詰め込めるかと、あ、これは今書かなきゃいけない話題だなというところでの判別がされやすくなってくるわけですね。この書籍であればですね、例えば今リスキリングに向いてるとかですね、そういう今世の中いろんな方が取り組んでるそういったテーマに絡めることによって、はい、何かこうテーマ性が帯びてくるとか、あとは一方で日本には非常に不足しているというのがこの企業参謀だと思うので、はい、まあ、その日本が置かれた課題感をタイトルでギュッとこうですね、訴求するとかっていうところで、今である必然性とかどれだけタイトルで訴求できるかと、その部分が少しこう改善のポイントとしてはあるかなというふうに思っています。あーですって田所さん、はい、いわゆるトレンドワードみたいなものっていうのは2つ以上でもいいんですか？全ていいです。あの、多ければ多いほどいいので、基本的に掛け合わせになってきますから、うん、その掛けるものが多ければ多いほど良くなっていくんですね。世界初とか、なんか最上級とか1位みたいなことはどうなんですかね。なんかでもこれ結構主観が入るのもちろんそういった言葉が入ればよりいいんですけれども、根拠をちゃんと示すって言ってるんですね。誰がどう調べたか、そこさえ示せれば、後者調べみたいな感じで。そうですね。最近あのリリースの配信サービスなんかでも、根拠がない場合にはそういったリリースが排除されるっていうチェックも入る時があるというふうにも聞いたことがあるので、世界初日本初っていう時にはきちんとこうエビデンスというか着中でいいので載せながら使える。うん、ただもちろん非常にパワフルだと思います。最大と最大9の違いですね。最大と特定入ってる最大9なんですけど、最大になると本当にね、もう突き抜けてるっていうところなんですけど、最大9って言った方がいいのか、もう最大って本当にそうなのかってあると思うんですけど、最大9みたいな感じとかでも取り上げてくれる。そうですね、まあ、最大9とするか、もしくは何万人が参加したとかですね、あのそういうのでも枕言葉面白いかなと思って、何万人が受けた講師が語る企業参謀の勧めとかですね、やっぱ数字は入った方が、まあ、これも25万部って数字が入っているんですけれども、はい、田所さんの場合何か受講者数とかですね、そういった数字も確からしさというか信頼度を高める上でもあっても面白いかも。タイトルでもかなり工夫できる部分がいろいろありますね。そうですね。もう少しこう細かい話ですと、いろんなメディアは業界紙もいたりするので、建設業界向けのアプリですとかっていうふうに入れるだけで、建設業界紙が必ず拾ってくれたり
ですよ、ね、あそうですね。どういうターゲットのメディアに書いてほしいかっていうところを踏まえるとですね、いろんなこうお化粧の仕方が出てくるわけですし、割と細かく書いた方がそこをばっか見てるメディアもいますの で, そうです、ね、あこれは建設かとかですね、あこれは自動車かとかっていうことでニッチなメディアもありますので、そういう感覚でタイトルにこう識別として載せとくということが大事かな。なんかそうすると入れたいものが増えすぎちゃう可能性もあるかなと思いますけど、あんまね長いとタイトルにならないですもんね。はい、まあ、大体3行から4行ぐらいにまとまる感じで書いていただいて、あまりこう主観的なメッセージはタイトルに入れる必要がないので、客観的な情報をまあシンプルにこう冷静に書いていくということ で熱い思いは本文の方で書いて、テーマ性、そしてあと数字情報ですね。あ、じゃあそのタイトルで本文を読んでもらえるかが左右されるということで、はい、本文はどうでしょうか。はい、まず本文でですけども、あとリードのところですね、はい、まあ、これもプレスリリースの基本でタイトルがあって、ですぐにリード、短い文章でタイトルに書かれたことをまあ日本語で文章で書いていくと、まあ、今回のリリースを拝見していると発売されましたということで過去形になってるんですね、はい、これもいろいろ事情があって仕方がなかったことかと思いますが、基本的に報道機関というのは未来時勢のことを書こうとするっていうふうなことも理解いただけるかな。どうでしょうか、皆さんニュースとか見ててこういう車が発売されましたっていう過去形のニュースとかあまりないですよね。確かにそうですね。来月発売されますとか、大きな自動車会社さんも大体この秋発売されますって、はい、基本的に未来時勢なんですよ。そうですね、だからニュースなわけですよね。過去の話だともう古い話になっちゃうので、それだけでも一気に報道バリューは下がるということになります。なので基本的にこのリリースを出すタイミングっていうのはですね、未来時勢で語れるようなタイミングで出した方が新しい話、まあ、旬な話ということで報道機関の方も書きやすくなってくる。へで、まあ、どうしてもこう LP ができてからとかですね、ランディングページができてからとか、うん、発売日当日とかですねに出すようなアプリとかの会社さんも多いんですけれども、うん、早く出した方が未来時勢で語れる猶予を作ることができるので、記者さんもちょっとゆっくり書けるっていうこともあるんです。やっぱこれがね、準備の関係でバタバタするんで難しいところ、難しいと思います。今回仕方のないご事情があったのかなと思ってます、うんうんうん、まあ、31日発売でこれ出したの31日の4時なんで、 Amazon とかだと日付変わった瞬間に多分買えると思って、うん、もう出てました感じですけどね。そうですね、まあ、予約とか始まったタイミングでやるとかですね、発表するとか、そういう変更予約、そうですね、はい、借り取る何もない状態で発表しても機械損失につながる恐れがある、うん、そうですね、まあ、何かしらこうつながれるような仕組みを作っていて、で未来時勢で書いてもらえるようにすると、これはもう全プロダクト共通のことかなと思います。あとまあ写真ですね、イメージ1枚目に入っていてよろしいかなと思います。今回はこれでいいとは思うんですけども、他のプロダクトとかの場合のコツとしてお伝えすると、報道で使われる写真っていうのは人の気配があるものは好まれるんですね。ソフトウェアとかですと画面にその何か写しといて人の手がちょっと写ってるとかですね、あとスマホですとこうスマホを持ってて何かいじってる写真で後ろから撮ると、割とこう人の手とか人がちょっと写ってるっていうのを好むので、そういう写真をさりげなく1枚目に入れておくと、この写真も使えそうだなっていうふうに記者さんは思ってくれたりするので、まあ、これも日々ですね、実はあの新聞とか見てると分かるんですね。なので私も特に写真の勉強全くしてなくてですね、新聞をずっと見てるだけで、あ、こういう写真記者好きだなみたいなのが分かってきて、そういう写真を1枚目に入れるようにしてるんですけれども、まあそこら辺もあのちょっと意識的にイラストレーターとかで作り込む画像も大事なんですが、まあ、やっぱりなかなかそういう絵は記事では使えないので、こう生の写真ですね、指さしてるとかなんか操作してるとかですね、あのそんなものをさりげなく入れておくと報道でも使いやすい写真になってくると思います。それってあれなんですかね、絵になりそうかどうかっていう。そうです。あ、なんでそれがいいかっていうと、やっぱ読者も分かりやすいわけですよね。人の手がこれぐらいだったらとかですね、 あれはパソコンで使うものなのかとかスマホで使うものなのか、で最近あの決済の話とかスマホのアプリで決済するとか、そういう記事でも大体手で持ってて決済してる様子が映ってるっていう、ね、スマホ単品で映ってることもないし、決済端末だけで映ってることは絶対ないんですよね。うわ、言われてみれば本当そうですね。そういう写真もさりげなく入れとくと報道では採用されやすいし。動画ってどうなんですか。動画はですね、まあ、これは逆にオウンドメディアとして使えばいいかなと思っていて、うん、報道でそれが使われることはまずないので、そうですね、入り込んできた方のさらにこうファンにさせるツールとして SNS でちょっとそれをアップしておくとか、オウンドメディアを充実させる上では有効だと思います。うん、
ユーザーの声とか、まあ、まだこれ出る前なんで結構難しいと思うんですけど、まだただデータ版のユーザーのこんな声ありますみたいな、うん、あ、おっしゃる通りですね。聞いたらこんなニーズが高かったのでこういう機能を追加しました。電子レンジなんかの新製品でよくあるんですけれども、うん、こういう部分が温まらないニーズがありましたっていうところで、なのでそれに対策でこんな機能を追加しました。家電製品なんかはそういう形でリリースを出してくるんですけども、スタートアップの皆さんでももし過去に何か調査した結果があればですね、それを載せとくと、やっぱりこう客観性が高いデータなので、そういう情報は記事でも使いやすいんですよ。あ、やっぱ主観的なものが一番報道では使いづらいんですが、ユーザーの声はこうでしたということだと、そこはもうニュートラルな気持ちでメディアの方も使えるので、そういうものはもう積極的に取り込んでいくことで必然性を訴えていくということですね。逆に言うとスタートアップはその塊というか、逆にそれがないと、うん、そもそも商品出す意味がない、ね、あ、これまでなんか誰も目つけてなかったところに対して自分たちしてほしいってことなんで、自分たちのファクトとかインサイト見つけたっていう、それはベータ版になってもあると思うので、こういう使われ方してここが非常に抜けていたみたいなところがあって、情報開始してしまうかもしれないんですけども、水面下でやってたっていうところを示してくる、それが大事かな。今回はなかなか難しいテーマではあるんですけども、はい、仮にそういうものを入れるとしたらば、海外と日本の企業参謀のなんか利用率の違いとかですね、スタートアップに何パーセントのアメリカはいるけど日本は 0. 何パーセントですとかですね、もし統計とかあればこういうのにサクッと入ってると、はい、まあ、メディアの皆さんもあ、これ今必要なんだっていうことで素直な気持ちで受け入れることができるわけです。メディアの報道のしやすさみたいなことを先読みして書くのが、やっぱプレスリリースも大事っていうことなんですね。そうですね、報道のしやすさとは今それがホットな背景ですね、なんでそれが今熱いのかっていうですね、その根拠が示せないと今報道する意義を感じてくれないんですね。なので、まあ、法改正とかがあると非常に楽だったりするわけです。今社会はこれを求めてるんだよというものを何か一個でも示せればっていう話。うん、多分帯にサム・アルトマンは最強の企業参謀だったって書いてあってよかった。ぜひあの増刷の時に。そうですね、本当そうですね。まあ、あとは田所さんのなんかコメントとかあっても面白いかもしれませんね。今までこういうことを大切に思ってやってきましたとですね。海外のリリースなんかは結構そういうエンドロスが必ず入ってしまってるので、ご本人が思いを込めてやったというところもあると思います。最近あの特にウェブメディアなんかはもう取材もしないで記事書くっていうことがですね、非常にまあ効率的に作業を進めていくっていう面では増えていて、逆に私たちもすごく楽でいいんですけれども、うん、リリースにそういうコンテンツをいっぱい持っておくとですね、黙ってても使ってくる。実はさっきの写真もそうなんですね、はい、こういう写真ありますかってまず聞かれないんですよね。あ、だからもうないともアウトなんですよね。メディアキットへのアクセスとか置いててもいいんですか？あ、それでもいいと思います。本人のプロフィール写真とか、そうですね。この署名のメディアキットみたいなのも、はい、ここは別になんかリンク貼っててもいいですか？あ、いいと思います。報道機関の皆さんは、4メガとか超えると受信できないっていうメールサーバーのところもありますので、添付ファイルガンガンつけるとですね、はい、もう届かないと。特に大手の新聞社さんなんかは、ということが多いので、まあ、リンクで。パンクしますもんね。そうですね。そうですね。まあ、リリースの PDF ぐらいは添付しておいて、もし写真が重くなるようだったら、はい、2枚目以降の写真はドロップボックスとかにするとかですね、そういうことでもいいと思います。どうですか田所さん、添削してもらいましたけど。いや、でもやっぱり最初おっしゃった申請書っていう表現が、うん、そうで、そうですね、通過するのは数パーセント台の前半である、最初のやっぱりショートリスト残るかどうかっていうところが、やっぱりそのタイトルとファーストビューみたいなところが非常に大事なんだと思うし、僕はこれピッチ資料すごい似てると思うんですけど、結局プレゼンもピッチもプレスリーもそうなんですけど、見た人はどう動くのかってことをそこから逆算していくことかな。興味持ってもらって取材受けるとか記事になるっていうところが逆算した時に、記事の書きやすさであったりとか写真の使いやすさもありますし、まさにこう逆算していくみたいなことで、そのために動かすっていう視点が大事かなと思います。これに田所さんが抗議してる写真とかも載せておくかもしれないですね。認定して、そうですね、うんうんうん、勉強になることばかりでした。で、長沼さん、勉強会なども主催されてますよね。 PTX ではあるんですけども、2017年からですね、勉強会をしてきていて、今1800人ぐらいフォロワーさんもいらっしゃるんですが、
広報勉強会ユフラボっていうですね、細々と8年間運営してきています。リンクもこれ貼ってます、はい、ありがとうございます。こちら、はい、本当初心者から広報やってないって方も含めてですね、参加してくださってますので、もしご興味があったら覗いてみてください。でさらにご興味があれば Facebook でもですね、秘密のグループで広報勉強会ユフラボというオンラインサロンを運営していて、そこはクローズドなので、今日の記事でこの社長の発言はちょっといけてなかったねとかですね、あまりこう外には言えないようなことも含めてそこで共有しているので、まあ、反面教師みたいな形でお使いいただければなと思っています。ありがとうございます。ということで本日のゲストは長沼文博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。企業参謀のエッセンスを学べるスタートアップアドバイザーアカデミーを開講しています。詳しくは概要欄 QR コードをご覧ください。